日本がとうとう和製トマホークの開発を終えたみたいだよ。隣国からの圧力が強まってるからな。日本独自の防衛兵器の開発も必要だよな。それじゃあその和製トマホークってやつが完成したってことなんだな。この和製トマホークの完成で隣国から舐められることもなくなるだろうか？今現在の日本を取り巻く環境を見てみると、中国からの軍事的な圧力が日増しに高まっていってるだろ。そうだよな。いつ何かの小さなきっかけで有事に発展するかわからない状態だよな。ほんとだよ。尖閣諸島や南西諸島なんかは日本が我慢しているから、まだ大事にはなってないだけだもんね。尖閣諸島周辺には中国海警局の艦艇群が領海侵犯を繰り返していて、既成事実を作ってしまえばこっちのもんだとばかりに横暴な侵犯行為を繰り返している。ここまでやられても、日本が専守防衛を掲げてる以上、中国の横暴な行為はもちろん、竹島を不法に占拠する韓国に対しても、軍事的な圧力をかけて強制排除することもできず、北朝鮮からは頻繁に日本海にミサイルを撃ち込まれてる。なんとかこの状況を打破するべく、日本が考えている圧力がこの和製トマホークの開発と言われてるんだ。この兵器の開発で隣国との関係性が少しでも改善されればいいんだがな。それじゃあ今回は、この和製トマホークの完成により隣国との関係性は変わるのか？それとこの兵器の性能を見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。2020年12月に、防衛省が陸上自衛隊の国産地上発射型ミサイル、12式地対艦誘導弾の改良に入ることを明言したんだよ。この改良によって、いい幅に射程が伸びて、敵の射程圏外から、艦艇などを攻撃することができるようになるみたいなんだ。もしも有事が起きた場合、相手国内にある基地に先制攻撃を仕掛けることもできるようなんだよ。でも日本は、先制攻撃はできないんだよな。ここ最近、基地攻撃能力を持つべきか、持たざるべきかの議論が政治の舞台では上がっているんだ。基地を攻撃することは専守防衛に違反することになるんじゃないか？という反対意見も多く出てきてるようなんだ。まだそんなこと言ってる人たちがいるんだね。基地攻撃能力といっても日本から一方的に先制攻撃するってことじゃないんだよね。そうだよね。ここで言う敵基地攻撃能力は、日本の領土や日本国民が危機にさらされたって時に攻撃されてから反撃ではなく、敵の攻撃を防ぐために敵の基地を攻撃し、未然に防ぐという意味だと思うんだけどね。まあ一部だが、隣国寄りの人たちもいるからな。反対してる人たちはその辺の人たちなんだろ。それじゃあここからは、12式地対艦誘導弾について見ていこうか。12式地対艦誘導弾は、地上の移動式発射台から発射することを前提に設計されていて、海上に航行している敵の艦艇などに攻撃をするために、2012年に陸上自衛隊により採用されたんだ。現行の射程距離は最長で200キロとなっていて、日本国内では陸上自衛隊駐屯地などに配備されてるんだ。この最大射程200キロをさらに伸ばしていこうということなんだな。うん、2020年に12式地対艦誘導弾の射程距離をさらに伸ばすことになり、日本政府は2021年度の予算案に開発費として335億円を計上したそうなんだ。335億円、すごいね。どうだろう？ミサイル開発費としては安い方だと思うよ。金額だけ聞くとびっくりするけどね。目標としている射程は公表されてないんだけど、一部関係者の話では、900キロから1500キロが目標だそうだよ。すでに2021年から試作が開始されていて、射程を伸ばすだけの改良だけじゃなく、移動する目標を狙えるように衛星経由のミサイル誘導機能や、敵のレーダーに探知されにくくするステルス性能も搭載するらしくて、短距離でも長距離でも万能に使えるミサイルの開発を目指してるんだ。やっぱりこのミサイル開発は、中国の海洋侵犯への防衛策なのか？もちろんそれもあるだろうけど、隣国を見てみると大半の国は自国にミサイルを配備してるよね。日本をいつでも攻撃できる体制はできてるってことだ。北朝鮮は、中距離弾道ミサイルなど日本を射程内に収める弾道ミサイルを、多数保有していると言われている。ここ数年で開発を進めている潜水艦発射弾道ミサイルは、日本全域を射程圏内に収めているそうなんだ。さらに超音速ミサイルの開発も進められていて、2022年に入って何度も発射実験を繰り返している。もうほぼ完成しているということなんだろうね。そうだよ、中国だけじゃないじゃん。一番イカれた国がいたんだよ。本当に何考えてるかわかんない国だから、いつ日本本土にミサイル撃ってくるかわかんないもんね。そして中国だね。アメリカの調査によると、
2019年の時点で射程500から5500キロの地上発射型ミサイルを1000発以上保有していて、その中には空母キラーと呼ばれる中距離弾道ミサイル、東風26が多く含まれてるんだよ。北朝鮮、中国のミサイルのことを考えると当然日本は攻撃されないように、敵側よりも強力で高性能なミサイルを保持するべきだよな。そうだね、日本だけが兵器を持つことを批判される時代はもう終わったと思うよ。実際に政府与党内でも射程の長いミサイルを日本も持つべきだという意見が多く出ているんだ。専守防衛を掲げてるからもちろん先制攻撃は仕掛けないし侵略行為もしない。しかし日本国土を攻撃するならばこちらも徹底的に戦うという姿勢は持つべきだと思うんだよね。防衛省もミサイルの長射程化は前向きに検討しているようで、航空自衛隊 F-15 戦闘機に外国製の長距離ミサイルを搭載可能とする改修に向けて、動いていて現在アメリカと協議を進めているそうなんだ。でも、コスト面が莫大になるみたいで実施は大幅に遅れてるんだ。なんだよ、防衛のためなんだから多少のコストは目をつぶれよな。だからこそ、国産の地対空ミサイルなんだよ。アメリカの言いなりでお金を莫大に取られることもなく、短期間で低コストで搭載できる国産の長距離ミサイルの開発が急がれてるんだ。どの国も兵器開発を進めていて、いつでも有事に備えてる状況だもんね。どの国よりも優れた兵器を開発することが抑止力になってるのは間違いないよね。うん、その通りで日本が想定通りの位置に一式地対艦誘導弾を開発できれば、相手国領土にあるミサイル発射基地や滑走路などを攻撃することができる。自民党のある閣僚経験者は、日本は基地攻撃能力を持っている。とあえて宣言する必要はない。その気になればいつでも相手基地を攻撃できる能力を周りに知らしめることで高い牽制力になる、と語っているんだ。まさに正論だと思うぜ。どこかの国みたいに軍事力をひけらかすようなことはしなくても、そっちがその気ならこっちも、って姿勢が大事ってことだよな。今のような状況下で日本は核兵器も持たず、ミサイルも持たずでは隣国が簡単に侵攻してきて、あっという間に日本はなくなるだろうからね。そんなことが起きてからでは遅いよね。もしどこかの国が日本に攻めてきたら、という状況を、常に想定して構えておく必要があるよね。アメリカが守ってくれるんじゃ？と思ってる人も未だにいるみたいだけど、アフガニスタン撤退のことを見てわかるように、アメリカは正直、自国の利益しか考えていない。最初は日本を守ろうとしても、戦いが不利になったり自国のためにならないと思えば、簡単に手を引くということも考えておかないといけないよね。日本の防衛費は2020年度では国民1人当たり4万円と言われているんだ。これが高いと思うかい？同じ基準で他国と比べてみるとアメリカは1人当たり22万円、オーストラリア、韓国でも1人当たり12万円。これを見てもわかるように日本の防衛費は他国と比べても圧倒的に安いんだよね。でもよ、中国や韓国から日本は軍事国家化しつつあるとたびたび批判を受けるよな。国民一人当たりの軍事費を見ればこの批判は完全に的外れだな。日本が少ない予算でも持ち前の技術力で、高性能な兵器を開発するのが気に食わないんでしょ。単純に日本が強くなるのは困るってことなんだろうね。今回紹介した人に一式地対艦誘導弾を中国本土まで到達できるように改良し、南西諸島や九州あたりに多数配備することで、たとえ核兵器を保有してなくてもかなりの抑止力にはなるんじゃないかな。平和な日本を守るために、自衛隊も兵器開発も必要なことなんだ。それでも、反対する人たちは逆に中国や北朝鮮から、武器や自衛隊なしに国土や国民を守るのか聞いてみたいよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録、よろしくね。それじゃあ雑学の時間だね。今日も勉強させてもらうよ。女性の勘が鋭くて当たりやすいって思ったことない？あ、あるぜ。なぜ女性の勘が鋭くて当たりやすいかって説明するね。女性は一般的に男性と比べて勘が鋭いってよく言われるよね。男性は女性に浮気をされていても気づかないことが多いけど、女性は勘で男性の浮気や不倫を見抜くこともあるんだよ。なぜ女性の勘が男性と比べて優れているのか考えたことはある？それは男性と女性の嘘をついた時の行動の違いによるものだそうなんだ。男性は嘘をつく時に相手から目をそらす傾向があるようなんだ。男性の場合は、嘘をついていることがバレてしまうのではというプレッシャーや罪悪感に耐えきれず、つい目線をそらしてしまうんじゃないかな。しかし女性の場合はその真逆で、相手の目をしっかりと見て話すそうなんだ。心理面では女性も男性と同じ状態になっているんだけど、嘘をついているという不安のあまり、相手から目が離せなくなっているからなんだ。大丈夫かな？バレてないかな？
と相手のことを観察してしまい、つい相手に目線が行ってしまうんだ。このように、男性と女性とでは嘘をつく時の行動が違うため、一般的に男性の嘘の方がバレやすいと言われているそうなんだ。一般的には女性の方が勘が鋭く、男性の浮気をすぐに見破ってしまうと言われてるんだ。これは女性が男性に比べて、観察力が優れているからだと考えられているんだ。女性には男性の4倍の観察力があるという見解もあるそうだよ。女性の脳は、右脳と左脳をつなぐ脳量が太いため、見たり聞いたりした情報を右脳と左脳を同時に使って処理できると考えられている。左脳は物事を推理する能力や、相手の話の辻褄が合っているか考える論理力、時間や数値の計算力などに長けている。一方、右脳は色や形の見分け、記憶力、直感力に長けているので、過去の場面との食い違いや、なんとなく様子がおかしい、といったことを見つけることにつながる。女性はこれらの両方の面を同時に働かせることができるため、観察力が優れているのかもしれないね。以上、今日の雑学でした。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。最近は一気に夏が近づいてきた感じがするよね。昼間は外にいるだけで汗ばんでくるし。まだまだ真夏日には程遠いけどな。今年の夏も暑くなりそうだぜ。コロナ禍でマスク着用は相変わらずだからね。感染対策ももちろんだけど、熱中症にも気をつけようね。水分補給はしっかりとやっていかないとだね。さて今回は、リチウムイオン電池搭載潜水艦について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。南シナ海での黒潮潜水艦が突如として現れたことを、みんなは知っているかな？護衛艦加賀などが、米軍との自由の航行作戦での訓練をしていた時なんだけど、今となっては後出しになってしまうんだけど、当時のチャンネルでも、潜水艦が海底に入ると言っていたよ。行った3カ国くらいに当時の防衛大臣、小野寺氏が、15年も前から南シナ海での訓練を行っていた。護衛艦加賀の海底には黒潮が任務を遂行し、南シナ海で極秘任務についていたと発言したよ。なぜ、今頃発表と考えてしまうんだけど、実は黒潮は旧型の潜水艦で、その旧型でも南シナ海まで潜航しつつ、中国海軍にも発見されずこのタイミングという場面で発表したんじゃないかな。つまりは抑止効果ってわけだな。でも、そういう型潜水艦がもう一隻海底にはいたのではないだろうかという気もしているぜ。そういう型潜水艦の潜航深度は旧型潜水艦の黒潮よりも深いのは当然で、この潜航深度は極秘扱いになっているし、1000メートルは潜れるという人や500メートルがいっぱいという話などもあるから、詳細は不明だがな。そうだね。実際にはその潜航深度は謎のまま未だに議論が繰り広げられているけど、当チャンネルでは、800メートルと考えているよ。最新鋭の鋼竜や闘竜など、リチウムイオン電池搭載艦ともなると、深く潜れるのではと考えるんだけど、この潜航深度はそのまま変わらないだろうと思うんだ。闘竜型潜水艦の次、最新鋭潜水艦では変わってくると考えるんだけどね。通常動力型潜水艦でトップ、原子力潜水艦をもしのぐ性能を取り込んでいると思うよ。静粛性は実質トップと言えるから。さて、それじゃあリチウムイオンを搭載した鋼竜の引き渡しに備え、性能をおさらいしていこうかな。日本には潜水艦が数多くあるんだけど、鋼竜の出現が今までの潜水艦の歴史を変えたんだ。鋼竜は2018年10月4日に進水式を終えたばかりだし、本当の活動はまだまだこれからだけど、日本の本気の忍者が完成したのだと言えるんじゃないかな。まさしく海底の忍者だね。ちなみに鋼竜の建造費は660億円だったそうだぜ。この鋼竜の出現とは、一体どんな意味があるのかな。高性能な潜水艦は自国よりむしろ他国への脅威となるはずだし、つまり日本の周辺国中国、韓国、ロシア他にとっては、かなり目障りな脅威的存在だと感じることだろうね。なぜなら、日本に近づくことをしたら、空か海の両方を突破しなければならないんだし、忍者鋼竜なら海からの敵の接近をすぐに察知し、防衛体制を整えることができるだろうしね。自分たちの見えないところは潜む見えない敵ほど恐ろしいものはないよね。ここで、鋼竜に関する中国メディアが書いた記事を紹介していくよ。三菱重工神戸造船所で10月4日、新たに建造された潜水艦の命名式及び進水式が開催されました。この潜水艦の名前は鋼竜といって、総流型潜水艦の11番艦です。特筆すべきは、この艦が世界で初めてリチウムイオン電池が搭載された軍用潜水艦という事実です。
中国の無料で利用できるニュースアプリであるジンリートーケは19日、欧州に関連した記事を載せました。そしてリチウムイオン電池を搭載した日本の潜水艦にはメリットが多いのに、どうして中国では採用しないのかと啓発しました。これまでの双流型は、鉛電池とスウェーデン製のスターリングエンジンを併用していたのですが、代わって新たにリチウムイオン電池を搭載することによって、水中持続力などが格段にアップしたようです。日本は近年軍事拡張の傾向があり、未だにアメリカの制限を受け、しかも平和憲法の下にありますが、軍備の面でも存在感を示しつつあります。といった内容だったんだ。また、記事は欧州が使用しているリチウムイオン電池についても説明していたよ。このリチウムイオン電池の発明に関しては日本人の吉野明氏が2019年のノーベル化学賞を受賞したことも記憶に新しいんじゃないかな。リチウムイオン電池は多くの電気自動車にも使用されている電池だね。蓄電量は普通の電池の3倍と言われているから、充電に時間を割けない潜水艦に使用するのは効率的と言えるんじゃないかな。充電のために浮上しなくて済むわけですから、潜水可能時間が長くなるはずだよね。さらに音が静かで、敵に気づかれにくいという利点もあるから、どうしてこんなに良いものを中国では採用しないのかという疑問が出てくるのも無理はないと思うよ。ジンリートーケアオの記事は中国で採用しない理由について、リチウムイオン電池には発火しやすいという致命的な欠点があるためと説明しているんだ。確かに、リチウムイオン電池を使用しているスマートフォンやノートパソコンに発火事故が少なくないのは事実だね。海底で活動する潜水艦上での火災は命に関わる大変な事故になるし、発火の恐れがある電池の使用はしないというのは理解できるね。とはいえ、潜水艦用リチウムイオン電池については、様々な問題予算とかのせいで、長い間採用が見送られてきたんだ。しかし、発火や爆発などのリスクについての安全性はずっと以前から確認されていたと報道されているぜ。ということは、結局中国製のリチウムイオン電池の問題であって、日本製とは違って信頼性に欠けるというのが正直なところなのかもしれないよね。中国の別のメディア開始等は10月24日、欧州については15年進んでいると言われるが、この間には致命的な欠点があるという内容の記事を掲載しているよ。リチウムイオン電池は、世界中の携帯電話や電気自動車に搭載されているんだけど、その大半は日本製と言われているんだ。今までの鉛蓄電池ではなく、リチウムイオン電池を搭載することによって、潜水艦は長期間の潜航が可能になり、メンテナンスが容易になり、音も静かで艦自体の隠密性が高まるなどの利点が多くあるんだよね。言うまでもなく、敵に発見されないことが潜水艦にとっては最重要だからな。水艦の位置を確認する方法の一つがソナーマンによる機体の音の補足なんだが、機体の音が静かであればあるほど、発見される確率が低くなるのは当然だよな。つまり、リチウムイオン電池が音を小さくしてくれるということだね。記事はこれらのメリットを認め、東方の大国イコール中国よりも、15年進んでいるという日本の専門家の言葉を引用しながら中国国内の危機感を示しているみたい。その上で、リチウムイオン電池には致命的な欠点が存在する指摘を行っているんだって。それがリチウムイオン電池は過充電状態だと発火する恐れがあるということで、万が一安全問題が起きてしまえばどんなに高性能な潜水艦だったとしても、無意味であると主張しているんだ。それに続けて、2013年1月には日本航空のボーイング787型機のバッテリーが発火するという事故が起きたことも紹介し、この問題はその後どこまで改善されたか判明していない以上、同じような事故が起こるかどうかは現段階では判別しがたいとも言っているみたい。と言っても、2013年4月には日米当局がアメリカボーイング787型機の運航再開をすでに認可しているから、787型機バッテリーの安全性は確認されたと判断していいと思うよ。どうして日本は、発火などのリスクを承知で、リチウムイオン電池を使用するのかって話だけど、この記事は、日本は原子力潜水艦を所有できないので、強まってゆく中国の軍事力に対抗するためにはリチウムイオン電池というリスクを選択するしかないのだとまで論じているんだよね。そして記事の最後には、中国の原子力潜水艦は言うまでもなく強力だが、残念ながら艦数が不足しているのが不安という雰囲気で、欧州に対する危機感を示していたみたい。潜水艦へリチウムイオン電池を搭載するのは世界でも初の試みだから、中国だけではなく、世界中から注目されるところだろうね。これほど注目を集める理由の一つには、日本製の優秀さ、
つまりやはり日本のものづくりに対する徹底した真摯な意識があるからではないかな。今あるものを真似して、同じようなものを作るだけで、もっと高度なものへという発想がなければ、いつになっても追いつけないだろうし、追い越すことも夢のまた夢だと思うけど、それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今回の雑学は、戦国時代についてだよ。僕、アニメも好きけど、戦国時代も大好き。だって、昔の合戦なんかは迫力があってすごいよね。確かにね。そんな戦国時代の合戦で活躍していた馬なんだけど、どんな馬だったと思う？そりゃあ、競馬なんかでも活躍しているかっこいい馬だろ。僕も同じ意見だよ。珍しく意見があったね。でも正解は、騎走馬と言われる小さな馬しかいなかったんだ。え、なら僕が知っている馬は何？あれは西洋種の馬なんだ。しかもその西洋種の馬が来たのは、1700年代のことらしいよ。小さい馬なんてポニーみたいじゃないか。そうだね。それじゃあ今日の動画は終わりだよ。また明日も見てね。国産自立型水中高層式機雷探知機 OZZ5 の最新情報をキャッチしたよ。確かこの OZZ5 は海上自衛隊の最新鋭護衛艦である最上型護衛艦で搭載予定なんだよな。最上型のさらなるパワーアップが見込めるってわけだね。最上型は少人数での任務遂行が可能な多機能護衛艦でハイテク防衛装備がふんだんに搭載されているからね。さて、今回はそんな最上型に搭載予定の OZZ5 を詳しく見ていくよ。それじゃあ行ってみよう。海上自衛隊の最新鋭護衛艦最上型 FFM は22隻の建造が計画され、三菱重工業長崎造船所において偽装が進められているよ。一番艦の最上が、2022年4月28日に就役する予定なんだけど、その最上型護衛艦に搭載される予定の自立型無人水中高層隊、アンマンド・アンダーシー・ビークル UUV について、4月20日から22日まで東京ビッグサイトで開催された。国際海事展 Sea Japan 2022で、防衛装備庁がその詳細を明らかにしたんだ。最上型護衛艦はこれまで海上自衛隊になかった艦級で、FFM という艦式号が与えられ、これはフリゲート艦を表す FF と、多目的マルチファンクショナルと機雷マインの頭文字の M を合わせたものであるとされるんだよね。フリゲート艦って？フリゲートは現在では、一般的には対潜防空能力を有していて、揚陸部隊、補給部隊、小船団などの護衛を主な任務とする艦の呼称だな。艦隊サイズとしては概ね駆逐艦より小さく、コルベットより大きいとされ、今回域での活動から遠洋での活動にも対応可能な航行性能を持っているぜ。この FFM 最上型護衛艦の構想が明らかにされたのは2013年12月に発表された。いわゆる25大港で、海上自衛隊における情報収集警戒監視任務が増大していることに対応するため、護衛隊軍に所属しない護衛隊艦番号が10番台あるいは2桁の護衛隊を5個から6個に増やし、保有する護衛艦を47隻から54隻に増強することになっていたんだけど、この2014年から2024年の間には冷戦期に整備した旧式化した護衛艦4隻が退役する予定であったことから、それらを入れ替えつつかつ増強を実現するために、多様な任務への対応能力の向上と艦隊のコンパクト化を両立させた新型艦艇として計画されたものなんだって。この時点で FFM は多機能護衛艦 DEX と称されており、従来の近海沿岸海域の防備を担う DE アブクマ型護衛艦の後継艦種とされていたよ。このアブクマ型護衛艦は基準排水量2000トン満載排水量2900トン、全長 109.0 メートル最大幅 13.4 メートルであるのに対して、最上型護衛艦は基準排水量3900トン満載排水量5500トン、全長 133.0 メートル最大幅 16.3 メートルと一回り大きな設計となっていて、沿岸警備から外洋の航行も可能とされているんだ。防衛装備庁による当初の公募では、多様な任務への対応能力の向上と船体のコンパクト化の両立が求められ、2015年時点では3000トン型護衛艦と称されていたんだけど、最終的にはその3割ほど大型化した3900トン型護衛艦となったみたい。実は1番艦最上よりも一足早く2番艦熊野が2022年3月22日に、
岡山県の三菱重工業マリタイムシステムズ旧三井 ES 造船玉の艦船工場で就役し、海上自衛隊横須賀基地の掃海隊群に配備されているんだけど、これは一番艦もがみの機関運転試験の際に脱落した部品を吸い込んでしまった。ガスタービンエンジンが損傷し、工事の進捗が遅れたためなんだよね。もがみ型護衛艦は、現在3番艦の城と4番艦三熊がそれぞれ浸水し、三菱重工業長崎造船所において偽装工事中となっているよ。2番艦が熊野が掃海隊群に配備されたように、従来の護衛艦にはなかった大気雷戦能力の導入がもがみ型の特徴であり、これは、近年の日本周辺における国際情勢の変化が背景となり、主要国の間で大規模武力紛争が生じる可能性が低下したことに伴い、海上自衛隊では掃海部隊の規模縮小が検討されるとともに、南西諸島など日本周辺の島嶼防衛のための水陸両用作戦を掃海部隊が支援することになったためなんだ。つまり、現在保有している機雷掃海用艦艇の退役を進めた後も必要な大気雷戦能力を担保し、対中国を意識した島嶼戦において、大気雷戦を含む水陸両用作戦支援を遂行する艦として、期待されているのが最上型護衛艦なんだよな。最上型護衛艦は、その強力な主砲火力という UV によって、機雷の掃討と上陸部隊の支援、および敵前掃海に対応するとみられており、そのために各種装備品が搭載されているよ。大気雷戦のために最上型護衛艦に搭載されているのが、大気雷戦ソナーシステム OQ91 で、大気雷戦において、可変深度式ソナーバリアブルデプスソナー VDS による機雷の捜索とその種類の判別を実施するとともに、近隣に展開している味方の掃海艦艇や掃海ヘリコプター、掃海母艦などからの情報と時間の各種センサー情報を統合し、あらかじめインプットされた戦術思想に基づいた情報処理を行い、作戦全般における情勢判断及び行動意思決定を支援するための機能を有しているとされているんだ。さらに最上型護衛艦の大気雷戦能力を向上させるために搭載されるのが、無人機雷排除システム用水上無人機 USV と機雷捜索用無人機 UUV で、どちらも三菱重工業によって開発製造が進められているってわけだな。今回その詳細が明らかにされた自立型無人水中高層体アンマンドアンダーシービークル UUV だけど、自立型水中高層式機雷探知機 OZZ5 は、防衛省技術研究本部が2017年に開発し、装備化して三菱重工業が製造しているもので、自律的に障害物などを回避しながら海中を航走し、機雷を探知するものとなっているよ。近年の機雷は、ステルス機雷などの探知しにくい機雷沈底機雷や、旋回域などで泥中に埋没した機雷埋没機雷など、これまでの探知機では探知困難な機雷が出現していて、木製の掃海艦が機雷源に侵入して直接機雷捜索をすることが危険で困難になっており、このような探知困難な機雷を安全に探知するために開発されたのが、無人で広範囲を自律的に動いて機雷を探知する水中無人機 OZZ5 ってわけだな。日本ではすでに自律型水中環境モニタリングロボット REMUS100 リーマス100を導入。旋回型として水中無人機 OZZ1、また改良を加えた機雷捜索用水中無人機小型 OZZ3 として運用しているほか、REMUS600 リーマス600を水中無人機 OZZ2、改良型として機雷捜索用水中無人機中型 OZZ4 として掃海艦で運用しているんだって。OZZ5 は全長4メートル直径 0.533 メートル重さ 900kg の大きさで、リチウム二次電池を動力として巡航速度4ノット最大速力7ノットで9時間の航走が可能とされ、海上自衛隊潜水艦と同じ X 舵によって超低速での安定航走が可能とされているよ。OZZ5 は、日本の NEC 社が開発した埋没機雷の探知に能力を発揮する低周波合成海溝ソナー LFSAS によって、埋没した目標情報だけでなく、沈底機雷の画像情報なども得られるほか、フランスのタレス社が開発したステルス機雷などの、探知に優れた高周波合成海溝ソナー HFSAS-AMDIS によって高分解能な合成海溝処理画像を取得し、精緻な海底目標及び海底地形の情報が得られ、これら2周波の合成海溝処理画像を統合することで沈底機雷の同時識別など、角度の高い機雷の探知識別ができるようになったんだよね。このように2周波の合成海溝ソナーを搭載して同時に作動させることが可能な水中無人機は OZZ5 が世界初で、これまでも世界的に評価が高かった海上自衛隊の掃海能力を、より一層の高みに押し上げると見られているよ。
日本の海上自衛隊は世界でもトップクラスの練度らしいし、最新の装備の力も余すことなく発揮してくれるよね。なお、日本とフランスの防衛当局は次世代機雷探知技術の共同研究開発を推し進めており、双方が保有している掃海技術やノウハウ、強みを活用した上での成果が期待されているぜ。この OZZ-5 の搭載によって FFM は、従来型の大型護衛艦を警戒監視任務から解放し、多国籍訓練や遠洋活動、訓練その他、大型護衛艦にのみ実施できる任務に専念させる一方で、警戒監視能力及び掃海部隊の戦闘力を大幅に引き上げるという、正しく多任務な活躍ができるようになるね。一方で、FFM はあくまで補助的、限定的な掃海能力を持つものであるため、当初奪還局面において本格的な大規模上陸作戦を敢行するためには従来配備されてきた掃海艦や、その他護衛艦等の戦力が欠かせないということは言うまでもないんだ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録、よろしくね。今日は雑学クイズだよ。待ってました。早速行くよ。一人当たりのトイレットペーパー使用量が一番多い都道府県は？全然わからん。北海道。人が多いとこかな？東京。じゃあ正解行くよ。正解は、沖縄でした。日本人一人当たりの年間トイレットペーパー消費量を調査したところ、年間約50ロール、月平均4ロールを消費していることが判明したんだ。また、一人が1ヶ月あたりに使うトイレットペーパーの量を都道府県別に調査したところ、使用量トップは沖縄県で 6.19 ロールと、ダントツの結果に、2位は青森県で 5.34 ロールが続く。ちなみに、最下位の47位は大分県の 1.50 ロールで、1位と比較すると約4分の1の消費量となっているんだ。以上、雑学クイズでした。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。